はい、皆さんお疲れ様です。チューチューワンです。今日はですね、2023年の7月19日となっています。今日の内容はですね、コスモス界隈のニュースのですね、ちょっと雑談的な感じなんで、まとまりがないと思うんですけどもね、見ていきたいと思ってます。はい、ツイッターでもね、上げているんですけども、最近ではですね、エブモスの関係のアップグレードっていうのがあって、メタマスクですね、はい、を通してというか、コスモストークンをワンクリックでリキッドステーキングできるようになりますとかっていうこともあります。はい、他はですね、コスモスエコシステムメタマスクスナップってことで、GitHub の方ですね、に載せてあるものとかあるんですけど、ここに書いてあるのはですね、コスモスエコシステムと、メタマスクスナップっていうのは、イーサリアムのモレットとして高い人気を誇るメタマスクの機能をコスモスネットワークに導入することを目的としていると。2000万人以上のイーサリアムユーザーに問答を開き、コスモスエコシステムの各プロジェクトの成長を促す、可能性がありますよということで、前からですね、メタマスクの、接続っていうことが、言われているわけですけども、エブモスもそうですし、こういったことでですね、イーサリアムのユーザーっていうのが、コスモスに流入してくるようなね、イメージかなと思います。そして、コスモスエコシステム内のですね、やり取りがあるわけですけども、メタマスクでですね、承認が可能になったりとかっていうことも、今後ね、起こってくると思います。はい、なかなかね、今後が楽しみだなということですね。メタマスクスナップではですね、セキュリティが最も重要ですってことで、何でもそうなんですけども、スナップはアゴリックのハードエネット、JavaScript に基づくサンドボックス環境で実行されますというふうに、ここでは書かれてます。メタマスクスナップは、ユーザーデータを保護し、ユーザーの同意を尊重するためにパーミッションモデルを使用しているということで、そういったところをね、気をつけていると、いうことかなと思います。はい、セキュリティに関してはですね、本当にね、大事なところですし、メタマスクに関してはハッキング結構多いよって言われてるんですけど、そのメタマスクが悪いというよりは、その接続先とかっていうのがね、良くなかったりとか、あとはその設定が良くなかったりとか、いろんな要因があってですね、ハッキングっていうのは起こってきますので、そしてユーザーもすごく多いことからですね、ケプラーとかそういったものと比べる対象ではないというか、ユーザー数が違うので、その分ですね、起こりやすいというか、そういうね、ことがね、ちょこちょこ出てきてるなという印象はあります。例えで言うとですね、都会と田舎だったら都会の方がですね、事件が多いということ、やっぱり人口の差っていうことがあると思うんですけど、それに似たような感じかと思いますし、それでもですね、やっぱりセキュリティというのはしっかり、しないといけないと思います。それから自分でですね、現段階では自分で気をつけないといけないところっていうのが結構あると思うので、使う時にですね、ニーモニックフレーズとかそういったことももちろんですけども、接続したところに関しては切断していくとかですね、あとはですね、その接続先がちょっと微妙だったらですね、違うウォレットを作って、それだけに使うとかですね、こうウォレットの使い方っていうのもですね、こちらで自分が気をつけないといけないなというところが言えるんじゃないかなと思っています。ただですね、こういった、メタマスクっていうものをですね、使われているところがやっぱり多いので、今後ですね、メタマスクに関してはもっとアップグレードしてですね、より良い環境にしていってくれたらいいなというふうに思っています。はい、その他ですね、コスモスですね、新しいチェーンということで、これ前々から言われてるんですけどもね、アーチウェイから、ローンチっていうのが控えているってことでね、数多くのですね、チェーンが控えていますよと、2023年にどれだけね、ローンチしてくるかっていうのはちょっと、わからないんですけども、今年中に結構ね、ローンチしてくるんじゃないかなと言われていますね。はい、サガとかアーチウェイもそうですし、アーチウェイはね、あれですけど、セルスティアとか DYDX とかね、そういったところがですね、非常に、期待値が高いと思いますので、今後ね、期待が、持てるんじゃないかなというふうに思います。こうやってですね、エコシステムの方もですね、どんどん、拡大していくと思いますし、また外部とのチェーンの接続っていうことが、どんどん、つながってくるとですね、こういったさまざまなプロジェクトっていうのがすごいね、活発化してくるんじゃないかなというふうに思っています。あとはですね、オズモシス、オズモですね、
ポロニエクスの最新リストにっていうことで、ポロニエクスって言ったらもう仮想通貨で言うと最初の方にですね、まあ、すごい、まあ、バイナンスよりまあ有名だったというか、バイナンスが出る前ぐらいから大きな取引所としてね、ポロニエクスがありました。僕もねちょっと使ってたことあるんですけど、本当に懐かしいんですけど、まあ、そういったところにまあこうリストされたりとかっていうのが最近ありますね。はい、最近のニュースとしてはやっぱり、まあ、ETF の関係ですね。はい、ブラックロックの件から、まあ、いろんなところが、まあ、ETF と申請をしてですね、はい、まあ、非常に、最近はですね、そういった界隈のニュースで、まあ、結構ね話題がねあると思いますね。はい、まあ、ゴールド投資家からの暗号資産需要が増加ということで、まあ、ブラックロックの CEO ですねが、言われています。で、あのブラックロックについてはですね、サウジアラムコですねの方をですね、まあ、重要人物をですね引き抜いたというか、まあ、そういったニュースも最近ありましたようにですね、まあ、世界の、方々が動いてきてるっていうのがやっぱり大きいなと思いますね。はい、まあ、ブラックロックもそうですけど、まあ、そういった国がですね、国の誰かとか、重要人物っていうのは結構動いてますので、まあ、本当に本格的なですねこう、まあ、動きっていうのが出てきたと思いますね。はい、はい、ですので、まあ、今後もですねそういった動向って、まあ、最近まあ BTC ばっかり言ってますけども、どんどんですねこれからニュースも出てくると思いますので、まあ常にね追っていきたいと思っています。はい、ということで本日はですね、雑談となってますが、最後までご視聴いただいてありがとうございました。それでは失礼いたします。